ティム・ティモ・シー・エムガンは、アメリカ合衆国のファッションコンサルタントで、テレビパーソナリティ。1982年から2007年まで、パーソンズ美術大学の講師を務め、2000年8月から2007年3月まで、ファッションデザイン学科の学部長を務めた。その後、ディズ・クレイボーン社のチーフクリエイティブオフィサーに、就任している。リアリティ番組の、プロジェクト・ランウェイの助言役としてよく知られている。 同番組における、ティムの人気上昇を受けて、スピンオフ番組、スタイルアップスタイルアップ、ティムガンのファッションチェックが制作され、著書、A ガイドツークオリティ、テイストスタイルも発刊された。ティムは、ワシントン DC にて生まれ育った。父のジョージア・ウィリアムガンは、ジョン・エドガー・フーバーが、FBI 長官を務めた時代の FBI、捜査官だった。ティムは、 高校時代を通じて、水泳で才能を発揮し、卒業後はコ、ーコランカレッジオブアートデザインへ進学、彫刻分野の美術学士を習得している。後年になり、17歳当時に服薬自殺を図った、経験があることを、若年層の LGBT における自殺問題解消を目的とした、オンラインビデオチャンネル、IT、ト・ゲッツベタープロジェクトに寄稿したビデオにて、公表している。 1982年にパーソンズ美術大学での勤務を始め、1989年から2000年には副学部長を務め、2000年8月には学部長へ就任した。21世紀に向けた教育課程の改革と活性化に貢献した人物と評価されている。2004年のプロジェクトランウェイ第1シーズンから出演し、Make It Work のキャッチフレーズで有名になる。 また2007年9月にケーブルテレビチャンネルのブラーボにて始まったリアリティ番組スタイルアップスタイルアップティムガンのファッションチェックでは一般視聴者へのファッションアドバイザー役をこなした2007年2月放送のアグリーベット2009年8月放送の私はラブリーガルに架空のファッション番組のリポーターとして自分自身の役で仮面を出演している2007年に パーソンズを離れ、同年3月にリズ・クレイボーン社のチーフクリエイティブ、オフィサーに就任した。2007年4月に、A ガイドツークオリティ、テイストスタイルを、エイブラムスイメージ・パブリッシャーズより出版した。プロモーションの一環で訪れたカリフォルニア州、パームスプリングス市近郊のパームデザート市は、彼の訪問を記念して4月27日を、ティモシー・エムワンデーして公式な記念日に、 選定した。また、彼の功績を記念して、パームスプリングス氏より感謝状が、ランチョミラージュ氏より盾がそれぞれ贈られた。また2007年5月にサンフランシスコベエリアを訪れた際には、プロジェクト5407の審査員として登場し、ファッションインスティチュート・オブ・デザインマーチャンダイジングの学生12人がデザインしたガウンを審査した。このコンペの収益は、 経済的な理由でプロムドレスを買うことのできない、高校生へ向けた現地のチャリティ事業、ザ・プリンセス・プロジェクトへ寄付された。2009年5月には、コーコラン・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザインの卒業式講演者を務め、同行の名誉博士号を受けている。ティムは、ザ・レイ・ト・レイト・ショー・ウィズ、クレイグ・ファーガソンのディア・アクアマンというコーナーに、時々出演し、アクアマンの助手や代役として、 番組に寄せられる手紙に回答したり助言をしている。ママと恋に落ちるまでの第100話でバーニーのパーソナルテイラーとしてゲスト出演している。ゴシップガールシーズン4第6話に彼自身の役で出演している。2007年8月、ジェフリー・レッパンドーフのティムガン、エスポットキャストがニューヨークのコーネリアストリートカフェで初演された。翌年には ニューヨークインターナショナルフリンジフェスティバルにて再演された。2009年9月開催のニューヨークファッションウィークに合わせてマーベルコミックよりファッションをテーマにしたコミックブックモデルズインクが発刊され、ティムは第1巻のバリアントカバーとバックアップストーリーローデッドガンに登場した。プロジェクトランウェイファンのマークスーマークが脚本を制作。 フィルヒメネスが作画を担当した。ティムは、ニューヨークファッションミュージアムをノっトろうする悪の組織を阻止するためにアイアンマンのアーマーを着て登場している。2010年8月、ティムは、第62回プライムタイムエミー賞で、ジミー・ファロンを、ブルース・スプリングスティーンのアルバムボーン・ミン・ザ・ USA 風にスタイプアップさせる、オープニングスキットに出演した。メリル・ストリープや、 ヒラリー・クリントン、キム・カーダシアンなど著名な女性のファッション性についてのコメントでティムはたびたびを醸している。ヒラリーへの批評では彼女はジェンダーがわからなくなったんじゃないかと思う。彼女のドレス姿は男っぽく見える。と発言し、メリルに関しては彼女と衣服の記号論についておしゃべりしてみたいね。ファッションに関してはよくおわかり、みたいだから。 とコメントしている。キムについては、彼女のファッションラインについて、ファッションテイストがずれてるから、あまり長く続けるのは良くないと思うと述べた。トリスペリングと一緒にプレゼンターを務めるティム。2007年11月ティムは、ニューヨークに在住し、ゲイであることを公にしている。最近のインタビューでは、自身について、エーセクシュアルだと認識していると述べていて、 それまで9年間続いたパートナーシップが突然、終わった1980年代前半以降は恋愛関係を持ったことがないと語り、関係がなくなった後も以前のパートナーに対する思いがずっとあるとも語っている。ティムは動物毛皮を使用した服飾デザインについて猛烈な反対派であり、2008年には動物の権利保護団体ペタが制作した中国国内で、 毛皮目的で飼育されるウサギに関するビデオのナレーションを務めた。彼は毛皮目的で扱われる動物ついて筆舌に尽くしがたいほど無責任な行為だと主張している。ありがとうございます。